岩手県交通釜石営業所は岩手県釜石市にあり、主に釜石地区の路線を管轄する営業所である、大和オートワークス釜石整備工場も併設している。岩手県釜石市の田町二の20の2、丸型バス停ポール主要停留所のみ記載。森岡バスセンター県庁、市役所前引く、中央通り町目森岡駅川久保、日赤前から都南営業所。 大葉様バスターミナル千葉屋敷、等野駅前引く上大幡釜石高校前から、釜石営業所合同庁舎前から、釜石駅前片岸大津地町中央公民館、入口釜石丸ごとコミュニティバスの運行拠点となっている教育センターは経由しない。並板線赤浜線、教育センターは10時から15時間の上大幡港、大橋港、ホタルが、岡団地業、 国立病院業が乗り入れる。の区間は、フリー乗降区間。ホタルが、岡線国立病院発着釜石台、観論発着大橋線平田方面上大畑発議、釜石大船渡線上、大畑県立釜石病院釜石営業所、マイナス教育センター釜石駅前、岩手銀行前引く上平田平田第六、仮設前から小白浜荒川白木沢大橋。 吉浜出張所沖来浦浜から立昆大船渡、東高校前引くサンリア SC 前引く、県立大船渡病院かまいし船越線かまい、しまごとコミュニティバスかまいしまごとコミュニティバス、コミュニティバス定額運賃と赤文字で表示されている。特急かまいし盛岡線は、この停留所を終点とする便が運行されていたことを意味する。盛岡バスセンター県庁。 市役所前から、森岡駅西赤前から、大橋間場スターミナル、千葉屋敷東農駅前、大畑釜石高校前から、釜石営業所合同庁舎前から、釜石駅前岩手銀行前から、東前、上平田、ニュータウン、赤浜線道番線釜石市内サス線、札線省、白浜線上平田団地線花路編線小川線、国立病院線、橋野線箱崎線釜石台、 観音線廃止路線構石営業所管内路線図2019年10月1日、現在岩手県交通、2019年11月7日、閲覧。ありがとうございます。